8月23日、東温市役所で東温市と大塚製薬株式会社包括連携協定締結式が行われました。この協定は双方の資源を有効に活用し、健康増進及び市民サービスの向上を図ることを目的としています。加藤東温市長、締結代表者の大塚製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業部徳島支店細川支店長がそれぞれ挨拶をしたほか、連携協定書への署名を行いました。大塚製薬から八木東温市教育長へ、食育や健康づくりの啓発のための書籍、大塚漫画ヘルシー文庫が寄贈されました。本来はこういろんなデータで守っていきますけれども、食飲料を通じて健康を作っていくことも非常に大切なことというふうに思っておりますので、今回の締結が大いに役立つよというふうに確信いたしております。災害時には、救援物資が必ず必要になってくると思います。で、発生してしまってからですね、コミュニティセンターですとかそういったところが開設されたときに、弊社の方から、必要なものをですね、お送りさせていただく飲料、そして、機能性食品ですね、こういったものを提供させていただくということを、行っております。今回の締結で食育や健康づくりに関するセミナー、小中学校での啓発活動などを実施していくとのことで、より良い市民サービスの向上が図られることが期待されます。